陰に入った途端に晴れてきた。暑いくらい、さっきまで雨やったのに。すごくね、やっぱりこのパワー、お天気を晴らすパワー。じゃあこれから萩に来ましょうか。はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。長州の地元に来たよ。長州といえば明倫館だね。明倫館では南光祭が行われたっていう歴史もあります。厳密に言うと山口明倫館らしいけどね、やってた。でも一応ハンコが明倫館で、やっぱり南光精神とかもそこですごく教えられた。蛤御門の辺を起こすのも熱い崇敬心の方々ですね。南光崇敬心の歴史でも萩、吉田松陰先生、この自席は絶対に外せないのです。今ちょっと萩王館の方見に行ってます。この萩王館っていう本当の道来ました。この細い路地、ここを通って当時の幕末の志士たち、長州藩の志士たちは幕府倒幕のために都に行ったり江戸の方に行ったりやされてたっていうこと。こういうね、昔の道がところどころ残されてます。ここは萩王館っていって、石通りになってます。こんな雰囲気なんですよね。昔街道だったんで、ここを皆さんが行ってたりっていうことですよ。ずっとこの道が続いて行ってます。吉田松陰さんも、高杉晋作も、坂本龍馬もみんなこういう道を通って行ったっていうことですね。龍馬さんも長州来てますからね。実際に萩王館歩いてみてどうだったですか？すごい、幕末の志士の魂と一体になりましたか？なりました。よかったわ。じゃあこれから萩市内に実際に行って獅子の足跡を見ていきましょう。魂が一体になったところで、うん、じゃあ行ってきます。行ってきます。はい、報告の心を書いたもので、最後結びは七小節で終わってます。最後の遺言みたいな感じで託されたものです。こんだけの長いね、文章をずっと獄中で書かれたっていうことです。宮田とい武蔵の上に口なんとも止め岡まし山田だまし。はい、萩といえばやっぱり松陰神社、そしてこの松下村塾が外せません。最近ずっとね、関西とか、東海とか関東とかそっちの方に行ってることが多いので、ここが講義室なんですね。はい、こちらの方で、松陰先生はご講義をされ、楠木正成の精神を文科生の方々が集って、で松陰先生の話を聞かれて、そして国家、天下国家のために皆さん、順次ていかれたっていうことです。松陰先生なくして近代の日本はありえなかった。松陰先生の精神の元になった、礎になったのが南光精神だったっていう。港川の南光墓碑を4回その短い生涯のうちに参拝されて、そしてアーチュン神南氏の墓の拓本を取られて、こちらの今に掲げられたっていう、遺跡が残っています。それくらいね、南光精神と吉田松陰先生は、深い深い魂のつながりがある。松陰神社さんはもちろんお参りするのは当然なんだけど、でそこに来られた時には必ずその横にある拙者松門神社さんの方にも参拝していただきたい。松下村塾で学ばれた松陰先生のお弟子さんたち、一度皆さんこちらの松門神社さんの方に静まっておられるからですよ。あの草加玄瑞さんとか前原一生さんとか、そういった方々、神社で他にお祭りされてない門下生の方々をみんなここにお祭りされてるんで、必ずここには、来ていただきたいですね。ここが萩の乱の、ちょうど前原一生が銃殺したところの場所の石碑も立ってます。こういったね、現地に立ってってね、やっぱり魂を感じますね。感激もひとしおです。はい、風が吹いてきました。はい、御霊が揺らいでますね。すごく教区入りの何が書いてあるかな。はい、まさに今の日本と同じ状態ですね。
今の日本も中国共産党の脅威に怯えつているという感じです。それはなんとか打開しなきゃいけないですね。頑張りましょう日本人。いや、揺れます。150はどうですか、見えます？あ、見えてます。ボケてない？大丈夫です。眼鏡かけた人しか見れんの。はい、画面上見られますから。あ、見れました。うん、見てください。はい、はい、じゃあさっき言いましたね、はいはい、これがスタートボタンに押して。わかりました。聞こえますか？はい、聞こえます。はい、あの体も十分これ測定、はい、はいはいはい。でこの椅子がね動きますから動かしてみてください。ああ、動かしていいの？はい、いいですよ。はい。はい。後ろから見える？見えてるよ。見えてる？見えてる。よく見えてる。なんかすごい立体的に見えてる。ああ、そうな。立体的に普通に見えてる。目の前に勝利先生がいるんだけど、ね、いいでしょ、面白いでしょ。あ、面白い面白い面白いでしょ。面白い、ほんまにおるみたい。そこによかった。はい、あ、分かりました。はい、頑張って勉強します。はい、頑張ってます。話しかけてくるんよ。あ、そうなの。勝利先生が、うん、先生がね、しっかり勉強してください、国家のために。すごいちょっとタイマス覚えたよ。覚えてる覚えてる、ね、すごい覚えてる。すごい、うん、雪降っとるね。あ、高杉晋作、いいでしょ、面白い、うん、感動すぎますね、これ。よかったです。最後はこの市内の藩内をいろいろと回って、ラストがこちらの吉田松陰先生の墓碑でございます。一つ前はね、明倫館の方に行ったんですけど、で、ギリギリ5時頃だったら行って、で最後の一人だったらしくて、でおじさんに手を引っ張られてね、連れて行かれて、でぜひあなたに見てほしいんだっていうふうにおっしゃるわけね。で、なんだなんだと思って連れて行かれたら、 VR シアターあとね、こんなんかぶって、イヤホンかぶって、こんなゴーグルつけて、で、何が始まるんだろうと思ったら、なんと目の前に吉田松陰先生が出てこられたっていうね、そんなことで、いや、よかった、今もう閉めようとしてたとこなんだよっておじさんがおっしゃるわけで、うん、君がいなかったらもう閉めようと思ったんだけど、5時ギリギリだからいいよ、見せてあげるよって言って、私一人だけ見せて、そうですね。こんなことってあるのかなと思いながら、後から思うにね、これは本当に松陰先生のおぼし飯だったんだなぁ。生きた松陰先生が目の前に出てこられて、私にいろいろ訓示をくださったんです。いやー、もうびっくりした。本当に目の前に吉田松陰先生いらっしゃるんですもん。で、今ね、ちょうど私の
必要な、私にとって一番必要な言葉をいただいたかなっていう感じです。もうコロナで日本が中国によってボコボコにされてますよね。幕末の日本っていうのも外圧、西洋列強によって日本が弱腰の幕府によって散財にされていると、それがね今のちょうど日本と重なるわけですよね。で、自分自身、私自身も今こういう国難にあって自分にできることって何なんだろうと、いろいろと考えている中で自分なりに実践行動をしてきているわけですけれども、なかなか世の中が変わろうとしない。じゃあこのままでいいのか、もうこのまま見放すしかないのか、この国を。こうやって歴史をつないできたっていうのは、今までその思いを継承してきた人たちの志の継承の結晶であるっていうこと、歴史はそうやって志を持つものによってつながれてきたっていうことと、そしてこれからの未来もまた我々の志の実践によって未来、日本のこの国の未来がつながれていくんだということね、そういったことを目の前でこうやって出てきて教えていただきました。次は君の番だよ、君が僕の志を継ぐ番なんだと、そういうねお言葉を松陰先生からいただいた次第でございます。すごく感動してね、思わず私本当に感涙の涙っていう感じの思いでした。なかなかここまで感動することは最近なかったんですけども、最後の一人だったっていうのもまさに、天のね啓示かなっていうふうに思いましたね。吉田松陰先生の御霊が降臨されて私におっしゃってくださったので、これからもねしっかりと幕末の金門の志士の皆さんだけのみならず、先人、日本人の先人の皆様のつながれてこられたこの国体を守るべく頑張っていけたらなと思っております。今日は非常にたくさんの教えをいただいた一日となりました。弱腰の今の日本のこのままではあってはない、やはり天皇を中心とした皇国日本の中興を果たさなければいけない、そしてそのようになるのはあなただ。あー今日は本当に良かった、いい一日になりました。松陰先生直々に教えをいただいた旅となりました。この国難の日本というのは本当に明治の維新の時代とすごく重なりますね。その時代に維新帯同の地であるこの萩において松陰先生からの訓示啓示をいただいたことっていうのは、これは本当に大きなことだなと思いました。魂を継ぐべく頑張ってまいります。